サンドの飯よりグリーンスムージー、どうもあれです。どうもともです。はい、ということでね、今日はね高山に来てます。まあ、今からね高山のね町で食べ歩きしていこうかなと思ってるんですけど、まずあの近くに城山公園っていうところがあるんですけど、 そこの駐車場無料なんで、そう、まあ、ただ20台しか止めれないんですけど、まあ、朝早めに来てここ止めて町に出かけるのもいいのかなと。ここからその食べ歩きする場所まで大体7分ぐらいなんで、そんなに苦じゃないかなと。街並み見ながら歩いてもいいのかなと思うんで、それでは旅ログダイアリー第7弾ということでね、早速行きましょう。はい、じゃあレッツラーゴー。今回は古い街並みをメインに紹介していきたいと思います。それではまずは頼めカフェなんですけど、ここにね、はい、ちょっと変わったたい焼きがあるんで、はい、早速行きましょう。個たい焼きの5個1つと、はい、マルコみかん1つ、はい、1店舗目はこちらマルコみかん、冷凍みかんで、ね、1個100円なんでね、ぜひ皆さんも食べてみたらどうでしょうか。なんだろう、硬すぎもなく柔らかすぎもなく、すごいちょうどいいシャーベット感がある。果汁 100%。 はい、次この個体液なんですけど、味がねウインナー、チーズ、チョコレート、あんこ、カスタードクリームの5種類がある。そう、中身分からんね。まあ当ててみんじゃん。いただきます。待って、これ何こっがね、とりあえずねクロワッサンみたいなんで、待って味分かんない、待って。じゃあ次いきます。これは多分チョコだわ。チョコレート、また分からんな。うん、分かった。ウインナー、これもウインナー、マジでウインナー、入ってるもウインナー。これなんだろう、カスタードクリームだ。じゃあ最後なんだろうな。うん、うん、これカスタードクリームだ。あれ全然分からんじゃん。実際食べても分からないんで、ぜひ食べてほしいです。じゃあ次の店舗行きましょう。続いて2店舗目はどこですか。飛騨に来たんで、やっぱここ来たなら飛騨牛食べないといけないんで、飛騨牛串が有名な中継、はい、行きますよ。はい、2店舗目ですか。こちら10ゲーム、10ゲームの一番おすすめのね飛騨牛串。これマジで匂いがすごい、本当にいい香り、めちゃめちゃうまい。めちゃめちゃ肉さジューシーで分厚くてさ、口の中でめちゃめちゃとろける。塩加減も最高にいい。これ絶対皆さん食べた方がいいです。3店舗目なんですけど、大分酒造店。なるほど。これ有名なのが醤油ソフトクリーム。よかったね、醤油ソフトクリーム。もう早速いただきますね。はい、味は。え、醤油じゃない、プリンの味。プリンの味。え、そんな感じ、本当に。めっちゃまろやかなんだけど。え、めっちゃ美味しい。何点ぐらい？48点かな。あ、醤油やからな。うん、ちなみに何点満点？48点満点。何点やねん。続いてはね、ユーマン喜八郎。じゃあ早速、喜八郎のね、ゲーマン食べていきますね。まずめっちゃもちもちした生地なんやって。え、めっちゃ美味しいよ。何より、あったかい。冬なら絶対食べた方がいい。5店舗目。飛騨に行ったら、やっぱこれ、飛騨名物。たらし団子の富士宮。いただきます。やっぱりさっきね、目の前でねその場で焼いてくれたからね、めちゃめちゃ焼き立てたからすっごいうまい。タレがすごいうまい。やっぱ高山といえばね、飛騨牛握りだね。飛騨牛握り1回1回どれがおすすめですか。生姜かわさびじゃあわさびでいただきますね。うん、肉がね一瞬とろけてくる。こんな柔らかい、めっちゃ柔らかい。あとね、最初肉の味がグッときて、その後にわさびのツーンとした感じ、絶妙。続いて福太郎の五平餅です。これは絶対にうまい。タレがなんかすごいんだよね、めちゃめちゃついとるんだよ。いただきます。うん、なんかねすごい普通の五平餅なんか甘辛いやんね、うん、お茶っ葉の苦みが後でくる風味で、初めて食ったこんな味の五平餅、ぜひ食べてみてください。
中華そば白川ってことでね、高山で一番有名な場所で、はい、スープなくなり次第終了なんでね、めちゃめちゃ並ぶんだけど、今10時59分ってことでね、僕ら先頭なんでね、確定で食えます。もうね、開店1分でね、5、6組いるもん。正面のテーブル席に行ってください。はい、すいません。早速いただきますね。うん、めっちゃあっさりしてるね。結構食べ歩きしててお腹いっぱいだけど、うん、これはいける気がする。めっちゃ美味しい。縮れ麺ですね。麺いただきます。あっさりなのにコクがあり、どんだけでも食えそう。はい、ということでね、どうなんですか、ここが日本一美味しいメンチカツの店ということでね、今日臨時休業なんですよ。もう本当にぜひ行ってほしいんで。そうだね、今日はちょっとね臨時休業してるんですけど、そうだね、普段はやってるんで、ぜひ、はい、高山来た時は行ってみてください。はい、ということでね、本日はね、飛騨高山で食べ歩きしてきました。8店舗行ってきましたけど、いや、実際7店舗だね。最後臨時休業してたんで、いや正直食いだったね、ミンチカツ。待って、食べたかったね。まあでもラーメン入れたら8か。あ、そうだね、どれもね、かなり絶品なんでね、ぜひね、高山行く機会があったら行ってみたらどうでしょうか。この動画がいいと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、ということでまた次回の動画で会いましょう。バイバイ。バイバイ。